こんにちは、まあです、今日はですね、久々にラジオやっていきたいと思います。で、なんで久々にやろうかなって思ったかというと、まあ、最近の、本当昨日の話なんですけど、まあ最近動画が上がってないことにも少しつながりはするんですけど、昨日だよね。私の住んでる地域すごい雨だったんですよね。で、わー、雨すごいなーと思ってて、で、普通にその時家にいて、仕事休みだったんで家にいて動画撮ってたんですよ。それこそ消滅都市のランキングやって、グラ様のガチャ引いて、しかも30連したんですよね。で、もうために貯めたんですよ。で、30連して、で次最後にアナザーエデンの動画も撮ってたんですよね。結構私休みの日に貯め撮りして、平日にこう編集してあげるっていう、まあろくな編集はしてないですけど、そういう感じでやってるんですけど、まさかのその撮影中にですね、アナザーエデン撮ってる時だったかな、なんかすごい雨だなと思って、こう窓を結構本当打ちつけるような雨が降ってたんですよね。で、いや今日雨ひどいなと思ってて、でバツ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 とかって音もしてて、でこう外、窓の外見て、わーすごいわと思ってて、まあでもね、家の中にいるし気にしないで撮ってたんですよね。撮影してたらなんか随分と音が近く聞こえるなと思って、窓開いてたかなと思って部屋の中見たんですけど、窓は開いてなかったんですよね。じゃあなんでこんなボツ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 聞こえるんだろうって思ったら、まさかのあれ、なんていうの、ダクトっていうのかな、まあ、ちょうど私のベッドの上にあるんですけど、そっから水がポタポタ落ちてきてて、これはやばいと思って、で速攻バケツ持ってきて、でなんだろう、その時間ってちょうどその雨が一番ひどかった時間だったみたいで、外の雨が強くなるにつれ、もちろんそこから出てくる雨の量も半端なくて、バケツがもうすぐいっぱいになっちゃったんですよね。でやばいなと思って、風呂場から桶とか持ってきて、今度そっちを置いてバケツの水投げてとかってしてたんです。したら私の部屋はこう他の部屋も合わせてなんか意外と火災報知器がいっぱいあったみたいで、まあ、全然それ知らなくて、気づいたらそのダクトじゃないとこの火災報知器からも水が垂れてきてて、やばいと思って、でその火災報知器のとこにもまた違う桶を置いて、でもうこれはもう完全に気づかなかったんですけど、クローゼットの中てか、なんか床が本当浸水っていうの、なんかこう床が水浸しになってきて、え、なんでこんなバケツ置いてんのにと思ったら、クローゼットの中をファッと開けたらその上にも火災報知器があったみたいで、そこからも水バーって出てきて、やばいと思って、で今度もう置くものないから、もう料理とかに使うボウルを持ってきて、してなんかそっちの洗面台の方とかにタオル取りに行ったら、そっちの火災報知器からも水が出てて、もうめっちゃやばくて、もう軽い水害ですよね。でなんか私の家だけがこんなやばいのかなと思って、あ、でもちなみに私の今住んでるアパートってそんな古くないんですよね。まあ言うて築10年いくかいかないかぐらいなんですけど、それに別に全然なんだろう、ボロくないしオートロックだし、なんか私は今まで約この3ヶ月快適に住んでたんですけど、転職してからね、マジかと思って、これはやばいと思って、で それでうちだけがこんなやばいのかなと思って、こんなにうちが水害になってんなら他の人もやばいんじゃないかと思って、
とりあえずちょっと家のなんだろうドア開けたらその廊下も水浸しになってて、えやばいと思って、したらしまいにはもう廊下の火災報知器が鳴り始めてで消防署来たんですよね。でなんか火災報知器とかの点検してやっててくれたんですけど、こっちの水害に対してはもう管理会社に電話しろみたいな感じで全然何も手伝ってくれなくて、まあそりゃそうですよね。なんかいろんなとこでね火災報知器鳴ってたみたいでね、消防署の皆さんも忙しかったみたいなんですけど、で私の方でもその管理会社にも電話はしてあったので、でそっちもなんか業者頼んだりなんだってちょうど休みだったのでね、どこもねみんな休みなんですよ、休日だったんでね。でもうそれでも休みの日でも管理会社の人とか業者の人とか来てくれて、でもバケツとか雑巾とかいっぱい持ってきてくれて、でそれでなんとか、まあその時にはちょうどこう雨も止んできてたからもう完全に家にいるのになんかもう野宿してる気分ですよね。もうだって外の雨当たるんだもん家にいても。なんかどっかその屋根、ちょうど私最上階なんで、なんか屋根のそのなんか雨水みたいのが抜けるべきとこに抜けなくて落ちてきちゃったみたいなんですけど、なんかゴミが溜まってたとかで、ゴミ取っといてよとか思ったんですけど、で結局その水浸しになって、でも幸いにもその水浸しの近くに家電がなかったのとリビングは無事だったので、ただもうベッドがすごいもう寝れる状態ではないぐらい濡れてしまって、でそうですね、だから、うん、でみんなでそれ午前中だったんですけど、でみんなでその拭いたりバケツの水をとか引っかえしたりとか、もうすごい勢いでバケツの水溜まるんでマジびっくりしたんですけど、でもう5時間ぐらいはその皆さん手伝ってもらって作業をして、もうほんとなんかありがとうございますって感じでこっちもお茶配ったりして、でその人たちももうやれることはないって、そのもうあとはねこう乾かすしかないから、でも結局そのなんだろう水抜くために私の家の天井に穴開けたりとかもしたから、今週か来週か分かんないけどなんか工事も入んなきゃいけないんだけど、でそのあとはもう濡れたものこっちでね、雨水って言ってもやっぱ汚いから洗濯したりしていろいろやってたら、もう自分でもそこから3時間ぐらいは作業してたから合わせても8時間ぐらい、もう私その休みの日のその日ちょうど何も予定なかったから、もうゆっくりもうゲーム三昧しようと思ってたんですよ。なのに8時間も無駄にするという、仕事かって感じですよね。8時間もね動き回って、でまあ今日全身筋肉痛なんですけどでその管理会社さんとかに結構言われたのが、その保険、管理会社の方で入ってる保険とかがあるんですよね。そういううちはなんかそういう災害保険みたいな感じなんですけど、まあなんかこう結構濡れただけでも適用になるみたいなんで、ただ服とかだとね洗えば着れるじゃんとか乾けば大丈夫じゃんとか家の洗濯でしろよみたいな感じで、なんかあんまりクリーニング代が出なかったりとかもあるみたいなんですよね。だけどまあ言うだけはタダなんでね、一枚一枚写真撮って言った方がいいですよってことを言われて、もう腹立つんでね、もう腹立つって誰が悪いわけでもないんですけど、いやしかもなんかこの私の住んでるアパートで一番ひどかったのは私らしくて、まあ、その部屋の位置、たまたまの位置関係なんですけど、他の人はなんかちょっと水は滴ってきたねみたいなとかだったり、まあひど、私なんかその水浸しになった人もいるらしいんですけど私ほどではなかったらしくて、なんかみんなこの、まあ、アパートの住民のなんか被害が全部私に来たみたいな、私が全部受け止めたみたいな感じになってて、マジ災難なんですけど、もう本とか、そうそう、あと本とかも濡れちゃって、で本って一番厄介じゃないですか、濡れたらもう読めない、読めないっていうか、なんかくっついたりしてね、なんか膨張するし、で本とかは結構
あの服よりもあのお金が返ってきやすいってことなんで、まあ、ちょっとでも濡れた本を取りまくって写真っていう感じで、まあ、保険屋さんも大変ですよね。まあ、でもそのための保険だなんでね、遠慮なく写真撮らせてもらって、まあ、言ってみるだけ言ってみようとは思ってるんですけど、まあ本当ひどい目にあったんですよ。でそれにさらに拍車をかけるかのように、まあその時前撮ってた動画なんかやっと落ち着いたから編集でもするかと思ってしたら、多分その時天気悪かったからなのかなって思うんですけど、私もちゃんとパソコンの画面見ながらやってなかったから、携帯のゲーム画面ばっか見ちゃってたから私も悪いんですけど、画質が荒くて荒くて全然ダメだったんですよね。だからちょっと出せないなこれと思って、まあランキングはね取り直せばいいやと思ってこれから取ろうと思うんですけど、もうグラ様の30連とかマジでショックなんですけど、いやもうこの画質荒くても出そうかなと思ったんですけど、もうちょっとさすがにね見苦しすぎて、だからまあ後でちょっと結果報告だけ動画撮ろうかなと思ったりしてて、でまあちょっとね、まあ、なんか言い訳みたいになっちゃうんですけど、まあ、なんか誰も待ってないかもしれないんですけど、一応なんか最近ちょっと出せてなかった理由はそこ、まあそこと単にその友達の結婚式とかいろいろあって家にいなくて出せなかったっていう理由も当然あるんですけど、本当はね昨日出せたんだけどねみたいな感じでしたね。で私がすごいその時感じたのが、やっぱ結構怖かったんですよね上から。だって誰も家にいて、自分の家にいて上から水が降ってくるって思わないじゃないですか、いくらなんでも。そんななんかちょっと蹴飛ばしたら穴開きそうなボロ屋に住んでるわけでもないのに、どういうことって感じなんですけど、やっぱり私はその津波も経験したことないし、そういう被災地の方々みたいな、なんだろうな、そういう水害って言われるものに実際会ったことはないですし、それでその誰かを失った経験もないから偉そうなことは言えないし、私なんてただね自分の部屋がべちゃべちゃになって自分もべちゃべちゃになった雨水で何かね失ったわけじゃないし、何か物が濡れて、まあ、使えなくなったものもあるけど、まあ、そんなもんだし、まあ、ただその中にさ、やっぱりなんかなんだろうね、こうおばあちゃんからもらった手紙が濡れちゃったりとかもあったから、なんだろう、やっぱ濡れると字が見えなくなっちゃうから、その辺にね置いといたら私も悪いんだけど、なんかそういうなんだろうね、こんなんでこうそういう人たち、被災地の人たちの気持ちがわかるなんてっていうのはもうおこがましすぎるから言わないけど、ほんの本当に本当にほんのちょっとだけ分かった気がして、だってその今昨日自分が経験したのにプラスね津波とかってこうきっとそれで一瞬で、それが一瞬で来て一瞬で流されちゃうわけでしょ。それってあんな真上からポタポタ垂れてきてザーって降ってきて、まあ一応なんとかバケツで対応できて、床はもうびちょびちょだったけど、ね、床はこう水たまりすごかったけどさ、そんなんで住んでるだけどさ、それじゃ済まされないわけじゃないですか当然。それが一瞬の出来事、一瞬で人が流される、物が流される、一瞬で家がなくなるっていうわけで、なんかなんだろうね、大げさかもしんないけど、なんか自分がそういう、まあ、ある意味天才ですからねこれって。雨誰も悪くない、雨が起こした、私のアパート以外にもそういう水浸しになった家あったみたいで、消防署の人がね言ってたんだけど、だからなんだろうね、そういうので人の気持ちが分かるっていうのは大げさだけど、なんかちょっとだけ分かる気がして、これってなんだろう、結構辛いなって思いましたね。私は全然鼻くそみたいなもんですけど、これがねやっぱ思い出のものがなくなる、消えるね、これだったらお金とかそういうのも流されちゃったりなくなったりしちゃったりしたらさ、
その次立て直すにも立て直せないし、だからね、なんかそういう風に思うとなんかなんだろうね、こう複雑な気持ちになりましたね。だからなんだろう、改めて思ったのはやっぱり本当、いや本当に大げさかもしれないんだけど、やっぱりなんか明日何があるかわからないよね。今日何やるかもわかんないし、明日何やるかもわかんないから、やっぱり、うん、そうやって予期せぬことってやっぱり生きてたら起きるんだなって思うし、いつ何かわかんないって思うと大げさかもしんないけど、やっぱ一日一日本当大切にしようって思いますよね。私はだから最近は本当に、まあその水害がうんぬんとか言う前からだけど、本当最近はなんかすごい本当1分1秒を大切にしたくて、仕事とかだとやっぱりすごい結構効率を求めちゃうんだけど、やっぱりこうちんたら無駄な時間を過ごしてるよりも、やっぱちゃっちゃかやって、なんだろうな、早く終わらせた分次の仕事に行けるわけだから、やっぱりその辺はもちろんミスなくっていうのは大前提で、効率よくことを運ぶっていうのはすごく大切、自分の中でやっぱ要領よく自分に合ったやり方をやっていくのは本当大切だなって思ったし、あとその人との関わり、職場の人でも友達とか何でもいいけど、そういうなんだろうな、で友達に優先順位をつけるわけではないけど、みんな大切だからね、友達っていうのは。だけどやっぱりその友達といる時間っていうのもすごくやっぱ大切にしたいなって思ったし、ですごい私個人としては、私職場の飲み会って本当嫌いなんですよね。いや楽しいんだよ、楽しいし自分も楽しんでるんだけど、やっぱさ、まあ、当たり前だけどさ、もうあんなの仕事の延長みたいなもんじゃないですか、職場の飲み会って気使うし、だから私は好きじゃない、あんまりこう有効な時間の使い方だとは思ってないんですよね。だからできるだけ行かないんですけど、うん、だからまあ私もね、今もうそのなんだろう、社会人1年目とか2年目 の時はもう職場の飲み会なんて全部参加してましたけど、もうそんなんじゃないんで、転職したとはいえ。だから最初のその歓迎会とかさ、大事なものとかは行くけど、まあ、あとはもう吟味して選んで飲み会に行くっていうのも偉そうで、お前何様だよって感じだけど、私はそういう風にしてますね。やっぱ自分の時間もすごい大事にしたいから、うん、って感じかな。なんかすごい話がそれちゃったんですけど、まあ、要するに、まあ、天才はやばいっていうのと、時間は大切にしたいっていうのと、まあ、友達とか家族とかそういう人も大切な人は大切、大切に思う人は大切にするっていうのと、動画は今から撮り直しますっていう謎のお話でした。はい、ちょっと長くなってしまいましたけど、ここまで聞いてくれた方ありがとうございました。では、今日中に1本動画出そうと、ランキングね、消滅都市の出せたら出そうと思ってるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。